インターレジェンダとは日本の競争馬である。馬名のレジェンダはイタリア語で伝説のイ。サンデーサイレンスサンクとして期待されたものの、北海道競馬でデビューとなり、時期も4歳の春までずれ込んだ。2勝した後に、その競馬場に転入すると10連勝を達成し、兵庫県競馬組合から表彰を受ける。2003年のその金牌では、 単勝2番人気に押されるがマイネル・エクソンを捉えられず2着。2004年初戦となった新春賞はゴール前で寄れてしまい3着と赤敗が続いたが、重傷制覇は目前と思われた。ところが、第3コーナーからまくっていく、主戦機種、田中学ナブの乗り方が合わないのか、赤敗を重ねていくうちに、第4コーナーまでは、 絶好の手応えで進むものの最後の直線コースで、ずるずると下がっていくようになる。年齢とともに、オープン特別でも通用しなくなり、7歳となった2005年、佐賀競馬場に移籍。兵庫県時代に果たせなかった、重症制覇は、移籍3戦目の九州記念で成し遂げている。しかし、その後は勝ち星を挙げられないまま、2007年3月4日の、レースを最後に出走せず、 2008年10月1日付で地方競馬登録が抹消された。ありがとうございます。